階段を降りた。今だ。そのまま帰った方がいい、ブローのブジャラティ。その柱から出たらお前は死ぬことになる。シティフィンガーズ。砕け折れる。バレていたのか。だが再びまた姿を隠すとは大した実力ではないと判断するぜ。理由を聞いておきたい。どういうつもりなのだ。私は今回のお前の仕事ぶりに尊敬の念を抱いていたのに、幹部になったのが嬉しくって欲が出たのか、それとも自分の実力を過大に評価し私を追い越せるとうぬぼれたのか。トリッシュが目を覚ましたら父親など最初からいなかったと伝えておこう。トリッシュだと？トリッシュが何だというのだ。娘のことはお前には何の関係もない。貴様に俺の心は永遠に分かるまい。ジョルノか。ブチャラティ。ええ、移動していることはすでに分かっています。ボスの体につけたブローチの位置なら正確に分かります。今地下納骨堂への階段下、降りたところ約2メートルの柱のそばにいます。しかし待て、ブジャルディ、何かただならぬことが。どこだ。くれ、スティッキーフィンガー。柱の影にいたのは俺だ。これは何が起きて。選別代わりに見せてやったのだ。最後だから教えてやろう。お前がたった今目撃し、そして触れたものは未来のお前自身だ。数秒過去のお前が未来のお前自身を見たのだ。これが我がキングクリムゾンの能力。時間を消し去って飛び越えさせた。誰だろうと、私の永遠の絶頂を脅かす者は許さない。決して確実に消え去ってもらう。ブチャラティ、お前のトリッシュ護衛の任務は。終了だな。